いやー、よかった。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。今日はいつもと服装が違うんですけれども、なぜこの服装かというと、実はですね、今これ岡山イオンから帰った後なんですよね。知らない人のために伝えておくと、イオンモールっていうショッピングモールが岡山にはありまして、岡山駅のすぐ近くにあるんですよ。でうちの学習塾がそのイオンモールのすぐ隣ぐらいにすごく近くにあるんですよね。そうなので僕ってお昼ご飯とか買いにとかでよくイオンに行くことがあるんですけど、今日はまあたまたまイオンに行ってみようってことで行ってみたら、なんとですねライブがありますってので、おライブがあるのかと思ってライブに来て、その帰りなんですよ。で誰のライブだったかっていうと、鈴木亜美さんのライブだったんですよ。鈴木亜美さんってご存知ですか？ちょうど僕が中学生高校生ぐらいの時にもうめちゃくちゃ人気の人だったんですけれども、 CD とかもアルバムで調べたら188万枚一つのアルバムで、すごいですよね。ちょうど今でいう AKB さんとか、あとは乃木坂さんとか、もうそういうぐらいのポジションの方だったんですよ。その鈴木亜美さんがライブをするっていうのが岡山イオンであったんですよね。ちなみにこの鈴木亜美さんの写真一応載せとくんですけど、基本こういうライブ会場とかでは写真撮っちゃいけないんですけど、これ別に直接撮ったものじゃなくて、なんかこうモニターで写されてるやつがあって、そのモニター撮ってるんで全然これは OK な写真なんで多分大丈夫だと思うので載せておきますけど、鈴木亜美さんのライブに行ったんですよね。はい。で、何が言いたいかっていうと、僕別にそこまでファンではないんですよ。そんな振りそうに語ってますけど、ファンかって言うと別にファンじゃないんですよ。じゃなくてですね、生の歌を聴くっていうのはすごくいいことなんですよね。だからここで今日お伝えしたかったのは、ライブに行きましょうってことが伝えたいんですよね。ライブに行きましょう。そんな CD で聴けばいいじゃん、インターネットでもたくさんあるしと思っているあなた、違うんですよ。生で聴くってやっぱ違うんですよね。こう心を揺さぶる経験をするんですよね。僕すごく歌が好きで、そういう意味ではいろんな方のライブに行かせてもらうことが毎年あるんですけれども、やっぱ生で歌を聴くとなんか感動するし、なんか何よりもですね、僕が思うのは周りを見るんですよ、ライブに行って。そうするとみんな本当に嬉しそうにするし、なんかこう感動して泣いてる人とかもいるんですよね。そういうのを見るとなんかこう、あ、いいなって思うんですよね。なんかこう一つのことを一生懸命アーティストの方がやって、それによってたくさんの人が幸せになる、それでまた元気をもらえてまた頑張れるみたいなサイクルがすごくいいなって思うんですよね。心の栄養になるってのが一つですよね。ライブに行くと感情が刺激されていい栄養になる。でやっぱりプロは違うなって思うんですよね。ちょっと歌が上手い方とかもいると思うんですけど、やっぱプロの歌唱力とかってすごい、本当に生で聴いたら感動するレベルの歌を歌われる方ってたくさんいるんですよ。ぜひ聴いてほしいってこと。あとは本来の目的からはそれるかもしれないですけれども、そのなんかこう周りの雰囲気とか周りの人々の笑顔とか見るとなんかちょっと幸せになれるんですよね。なのでですね、ぜひ、まだライブに行ったことがないと思っている方やですね、そんなの CD 聴けば一緒じゃん、音は一緒じゃんと思っている方、全然違うのでぜひ行ってみてもらいたいんですよね。そういうふうに思ったので、ちょっと感動して帰ってきて、この感動をぜひみんなにと思ったんでこの動画を撮らせてもらいました。今日はですね、ライブに行ってきたっていう話をさせていただきました。さて本日の石戸の日程いかがだったでしょうか。今日はですね、珍しく別服装バージョンでお届けしてますけれども、たまたまイオンに行って、たまたまって言い訳っぽいですけどね、実はなんかもう激鈴木亜美さんファンでね、もうすごい昨日から徹夜でこう鉢巻きして行ってたみたいなね、でこんな風にしてこう踊ってたみたいな疑惑も出るかもしれないですけど、それどちらでもいいです。とりあえず鈴木亜美さんがライブをするってことで行ってみて、そこで感動して、この感動を皆さんに伝えたいと、ライブの良さをですね皆さんに伝えたいと思って今回の動画を撮らせていただきました。実際生の歌を聴くといいことっていうのは3つですね。何かというと、1つは心の栄養になる、心が豊かになるんですよね。2つ目はプロの凄さが分かる。
どんなものでもやっぱプロっていうのはすごいです。ぜひですね、生の歌唱力を味わってもらってですね、あ、プロって違うなっていうのを味わっていただきたいんですよね、はい。そして3つ目は、これは本来の目的からそれるかもしれないですけれども、やっぱですね、会場の雰囲気とか、なんか幸せそうなみんなの笑顔を見ると、なんか自分も楽しくなるし、また明日から頑張ろうっていう気持ちになれるので、ぜひですね、特に好きなアーティストの方がいらっしゃる場合はですね、ぜひですね、遠方でも足を運んで生の歌を聴いてもらえたらと思います。あ、なるほど、いいこと聞いた、へえ、そうなのかと思った方、今後はですね、こういう役に立つ情報をお届けできたらと思いますのでですね、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、確かにライブっていいですよね。歌って素晴らしいですよね。ライブにも行ったことないですけど、行ってみたいと思いますと思った方はですね、ぜひですね、高評価ボタンを押していただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いします。また僕は Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方もよければぜひフォローをよろしくお願いします。それではですね、早速ですね、この感動して、このやる気がみなぎっている時にですね、このすぐにこうバシッとこの録画ボタンを停止して、この後すぐにブワーッと編集して動画を作っていきたいと思います。皆さんもぜひですね、ライブに行って心の栄養を受け取り、どんどんガッツを持って頑張っていけれるよう祈っております。それではまた明日の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら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 。